どうもこぱんにちは、プチプチです。どうも。おい、後ろを向いてるんじゃねえよ。お前の顔はケツにあるのか。はい、ごめんなさい。どうもこぱんにちは、まほたんことひなこちゃんです。どうもよろしくお願いします。お願いします。まほたんことうちのお姉ちゃんこと、まつりひなこちゃん。はい、YouTube やってるので、もしよければね、概要欄にねひなこちゃんのチャンネルがあるので、もしアホタンに興味があればチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま、俺の前提で考えた上での話だがな。いらないいらない、プッチーのは。おい。ま、てことで、ま、今日は何すんだっけ。アホタン今日はなんだっけ、お芋掘りは。あ、お芋ってあんのこの世界に。じゃがいもがあるよ。あ、お芋食いてえな。腹減った。食いてえな。で、何すんの。何が今日。え、な、何の話。マイクラの話。ああ、マイクラ、芋の話じゃなくて。芋の話じゃない、マイクラ。まあ、前回の前々回の、まあ、前々回ぐらいか、うん、前回かわからないけど、なんか馬小屋を作ったじゃん。馬小屋じゃねえわ、動物サーキット。あ、動物サーキットでもないわ、農家、牧場だ。あれ作った、なんか作った。まあ、そこにね、まあ今ね何も動物がいないので、まあ、ちょっと、まあ、今日は財務から取れるやつで紐を作ったので、まあ、そちらを使ってたくさん動物たちを、まあ、鶏でもね。何してんのね。あ、はいはい、ごめんなさい。え、何してんの。ゴリラなんて言ったよ。ゴリラなんて一言も言ってないですけど。え、一言も言ってないよ、何してんのゴリラって。確かにゴリラに似てるけど。まあまあまあ、ということで今日は、その動物たちを、小屋に入れていきたいと思います。やってこう。わー。やってこう。よし、じゃあ早速、行きましょうか。寝るのかよ。さあ、こっち来て、ほら。持ってない、紐持ってない。あ、紐の紹介してねよ。さあ、このチェストを開けてください。こっちです。こっち地図だったわ。首紐があります。わ。今、渡すから。つけて、つけて。はい。はい、つけて3つあげる。はい、やだ、行きたくない。あ、行く、あ、行く。お前マジで。さあ、じゃあ馬小屋じゃなくて、なんだっけ、動物小屋と見てこうかな、とりあえず。どう、待って、ぶち待って。はい、ちょっと待って、怒られるから行かないで、お願い、見ないで。は、またなんかしたの。見ないでって。いや、ちょ、どこに何を入れるか決めなきゃいけないから、行くよ。待ってってはね、お願い。あれ、お願い。知らね、なんかいる。いや、嘘つけてめえ。おい、なんかいるじゃねえよ。なんでよ、これ初めて見んだけど。サンダーマンだって名前。なんかいる。なんか、やば。え、こいつ、なに、こんなやついんの、ウィンテンバンって。どうしたんだろうね、これね。いや、ずっとボケんじゃねえよ。え、な、骨の馬だ。な、なにこれ。お前また変なことした。なに、なに、な、また連れてきたの、変なの。しかも3匹もいるんだけど。じゃ、なんか、ちょっと作業してたらさ。人参食いながら言うことじゃねえだろ。ごめんなさい、ごめんなさい。で、作業してたらね、近くに雷が落ちまして。で、あ、ひょっとして湧いたんじゃねって思って見に行ったら。はい。案の定、いました。動画外で。動画外で。死ねえよ、お前よ。何回言ったらわかるんだよ。え、なに、これ、なに、結構レアなやつなの？お、見たことないんだけど、これ。ダルビッシュだって名前。見て、え、これ、なに、見たことないけどね。これ、なに、ウィンテン版しかないのかな？いや、コンソール版とかもあると思う。普通にいろいろあると思う。俺がマイクは知らないだけか。まあまあいいよ、もうとりあえず、まあここは馬小屋でいいよ、じゃあもう。ごめんなさい。なんだよ、ちゃんと名前つけて。明太子味の酢飯って名前なんだよ、お前これよ。いいでしょ。まあ行くぞ、ほら。はーい。そいつはいいよ。じゃあ、ここに牛を入れよう。で、こっち側が羊。オッケー、豚ね。は？豚と鶏は一緒だよ。そうなの？もう。ここ一人、ここだってもう占領されちゃったんだから。豚と鶏ここな。あれ、豚2匹出てない？ね、え、なに？あれ、え、はここ豚と鶏。あ、鶏か。で、ここが豚か。ちげえよ、羊だわ。ここが羊で、豚は？豚はそっちだよ、お前。頭どっか知るのかよ。酔っ払ってんのね。酔っ払ってバレた。酔っ払ってんのね。一回なんか酔っ払ってる時に俺ん家来ててさ、なんかティッシュ貸してって言ってさ、あ、いいよ、ティッシュ貸してあげるって。その時ちょっと酔っ払ってんのかなと思ってティッシュ貸したらさ、ウェイウェイって言って、人んちで何ティッシュばらまいてんだよ、おい。じゃあティッシュはばらまくためにあるでしょ。ねえよ、ティッシュは鼻を噛むためにある。とりあえず片っ端から動物見つけたら連れてこよう。
いいよ。あ、もう眠いから早くパパパってやろうぜ。見て、豚ちゃんがいる。豚ちゃんがやっと見つけたよ、豚。ねえ、ずるい。私の豚はいるよ。どこいた？もう一匹。おい、豚、鳴け。ブーブーって鳴くの？豚ブーブーって、あれ、待って、豚ってな…あ、何？また喘ぎ始めたよ。危なかった。何が？死ぬとこだった。すごいね、死ぬ時って人ってそうやって叫ぶんだ。そうだよ。ん？もうなくなっちゃった。あふれた。動物。動物って呼んでも出てこないからね。ねえ。ダメか。いたいた。いた？アフラックがいる。誰？アフラック。CM？ アフラック。誰だよ。ニワトリだよ。何人だよお前は。アフラック。なんでアフラックって呼ぶの？ニワトリを。CM だよ。さっき言ったじゃん。お腹減ったね。あはん。わざとでしょ今のは。おいで。今のは完全にわざとでしょ。あ、ニワトリちゃんだ。何をやってんの。ホラーゲームでもやってんのね。本当に怖いよもう。じゃあ前見て歩かなきゃダメじゃん。いや、自分に言い聞かせてるのそれ。そうだよ。ほらこっちおいで。ほらニワトリちゃんたち。なんでそんないっぱいいるの。ね、心の中でこう叫んでるの。ケーズ電気。ビッグカメラは木村を買うなら専門店カメラの木村や。北村じゃね。出るたくさん。あ、豚。アイディンじゃねえよね。絶対わざとでしょ。俺は声クソガキども。こっちだよ。あ、そうそう、こっちだよ。わかった。どうやって妻取るの。右クリック。右でパソコンじゃないから。あ、そっか、パソコンじゃない。投げちゃった投げちゃった。ごめん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 。いや、なんかさ、水の妖怪いるじゃん。のトラップみたいの作ったじゃん。なんか勝手にできちゃったじゃん、うん、めっちゃ溜まってるよ今。あ、水流できてるやつでしょ。水流できてるやつ、やば。いっぱいいる。俺は声クソガキども。早くこっちに来るんだ。暴れるんじゃない。見て、鶏いっぱい連れてきてよ。ほんとだ、私もついていこう。なんでお前もついてくんの。お前はいらねえ。早く探しに行ってきて。分かったよ、行ってくる。やべ、ニワトリ出ちまう。出ちまうよね、それね。よし、ニワトリ3匹だよもう。ね、4匹目のニワトリ見つけたんだけど、必要こいつ。必要。いらないでしょ、別に。交配させればいいんじゃないの。いるいる。いる？ニワトリだってさ、頑張って生きてるんだよ。うん。連れて帰ってあげよう。うん。あ、ウッティ。食べられるんだけどね。あ、ウッティ。いや、お前も言うんかい。ウッティ、羊、ツーズイ、おいで。あ、ウッティ。ね、夜が来た、夜が来ただよ。もうテンション高えな。あのね、寝てないんです、うん、僕。私も寝てないよ。あんた爆睡してたんじゃないの。あんま寝てなかったじゃん、でも。え、帰り道が、あー、ちょっともう言うこと聞いて。めんどくさいんだけど、登っておいでってば。登っておいでってば。登れる？登れたね。プチ、サボってるでしょ、絶対。いや、今、牛を2匹入れたところだよ。あんたよりは成果はあると思うんだが。嘘だね。じゃあ見て確認してもらえ。おい、ふざけんね。八百長。八百長の意味今絶対違ったよね。八百長。あー危ない。ねえ、ユニバーサルスタジオジャパンにでもいるの、落ちるの、ジェットコースターから。道なき道を進んでる。道ある道を進めよ。なんで道なき道進むんだよ。険しい道をね、ほら行ったらいいって言うじゃん、よく。ちょっとよくわからないな。言うんだよ、そうやって。可愛い子には旅をさせろって言うでしょ。じゃあブサイクには何をさせるの。家事。最悪だな。差別よ、差別。家事でもさせとけばいいと思います。このうちブサイクがそういうのに嫌気がさして家事にさせるよ、家を。燃やすってこと。うまいこと言ったぜ今。やば、座布団ゼロ枚だわ。お、なんか向こうから羊を連れてくるやつが来たぞ。どこ？プッチどこにいるの？あ、いた。忘れた。羊がいるよ、牛もいるよ。あ、羊、牛いっぱい集まるね。ねえ、そこ？そこ羊言ったじゃん。めんどくさかったからこっちにした。ハマってる。ねえ、ハマってる。どっちか切って、ほら。なんで殺すんだよ。めっちゃ出たがってるこいつ。出たがりマンじゃん。そんなに嫌なのかな。ありがとう。あい、あっぶない。できた。さ、どんどん入れてこ。まあ、言うてもこれで交配できるんだけどね。豚がいる。豚一匹。いない。豚探しに行こう。豚。よし、豚これで2匹になった。お、言うねあんた。やべ、逃げよ。言うねあんた。いや、待って、本当に待って。待ってってば。はい。プッチ、お菓子あげろ、お菓子。私知らない人にお菓子もらっていけないって言われてるもん。じゃあ100万円あげる。それは行く。いやだ。おいで。あ、あえぐね。ハマったとかもう完全にそういう言葉にしか聞こえないんだけど。
違うんだけどな。見てこのお花チンチンみたい。ついてくんねよお前、バラバラに探すよお前。探してるメリットがね。夜怖いんだもんだって。まあ一人で行って一人で。あ、なんか金ピカリンのゾンビがいるよ。やってきて。スケルトンだ。スカルテン、スカルテン、スカルテンって誰？どこの国の人それ？スカルテンでは。スカルテンって何？間違えたわ。ドレミファソラシド。ドシラソファミレ。なんだっけそれ？ド。あれ？あ、初めての。ベイベー。豚全然いねえんだけど。いないよね。豚。寝よっか。ビビレバビレブ。ピララピララプラピラ。ビビレバビレブ。キムラムラキムラムラ。キムラムラムラ。どしもれたじゃねえ。辻いる。キムラムラムラ。仲良く連れて帰ろ。そうだね。で目玉取れそう。痛い。目玉取ったの？ね、羊とスケルトンがついてくるんだけどどうすればいいですか？スケルトンも飼う？スケルトンもついてくるんだけどどうすればいいですか？蘇生。死者蘇生なって言ったよ。生き返らしてどうするの？蘇生って言ったんだよ。蘇生って言ったのか。殺せで殺せ。なんで死者蘇生させるの？わかんない。お気の毒だから。見てこれ懐かしくない？この木。なんだっけ。俺がちゃんと木を切り忘れててアホタにマジでガチ切れされてめっちゃ喧嘩になったやつ。なんでさ木最後まで切らないのって言ってめっちゃ怒られたやつ。違う、木を最後まで切らなかったことに対して怒ったんじゃなくて、なんか言い訳みたいなことしたから怒ったの、気づかなかったってめっちゃ残ってんのに言うんだもん。あれは本当に割かしガチ見に本当に気づかなかったな。そうなの。言ったじゃんずっと。怒ってごめんね。いいよ。怒ってごめんね。信じてくれなかったんだよね。信じないもん。だって本当に気づかなかったんだよ。いや、だいぶ言ったよな、ね、私。これに気づかないとかクソバカじゃんみたいな。だいぶボロクス言われて。頭どっか死んじゃないの？言ったよね。死ねばいいのに。死ねば言うのにじゃない。生きてる価値ないわとか。ね、そんなことまでは言ってないじゃん。アホタン。はい。豚いたわ。え？どこに？待って一回ちょっとこの小屋来て。はい、今から豚がね、思ってもないところにいました。え、どこですか？ついてきなさい。まだ何も言うなよ。言わない。え、何の話？こっちこっちこっちっちこ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 っちおほはいはいはいこっちはいはいいたわ。いっぱいいたわ。豚いたわ、ここに。普通にいたわ。連れてこう、こいつら。死んだんだけど。何したのね。肉になった。いや、サイコパスすぎるでしょ。肉になったら何笑ってんだよ。収まってない、こいつ。そんな時は、ドアを壊せばいい。ほい、オッケー。あ、来た来た。お前もいずれ焼肉になるんだぞ。あ、ごめん、豚。ボート壊すんじゃなくて、豚を。絶対そうだよね。ボート壊せって豚壊してたよね。そんな気がする。おい。あ、ちょっと、よし。アホタン、ボートと豚を間違える。はい、ロマッキ。ニワトリ脱走しました。え？あ、やべ、いっぱい、いっぱい出てってる。やだー、いっぱい出ちゃったの？いや、やめろよ、エロいわ。いっぱい出ちゃったって。おいで。ねえ、かわいいんだけど。私についてくるんだけど。豚しもべじゃん。しもべだよ。あ、違う、こっちこっちこっち。できたできた。お、しもべと共に登場。行くぞしもべ。なんでこいつはいつもデータがあるの？オッケー、ニワトリは一人死んだけど、まあ2匹いるからいいかな。死んだの？うん、そっちの作品、そっちの方に行っちゃった。生きてるじゃん。あいつはもう死ぬんだよ、これから。そっか。あ、あなたも死ぬんだね。そう、溺れてみた。 YouTube のタイトルですか？まあって感じで、まあざっとこうやって、まあ家の隣の通路から行くと、まあ、羊小屋、牛小屋、ヤギ小屋。ヤギじゃねえよ。豚と鶏小屋。え、牛がいるよ。今人が話してんだよ。おい、牛がいる。牛がよ。牛はもういいよ。牛おいで。まあね、このなんとかボーンボーンボーンなんたらハニーボーン、ハニーボーン、まあなんか骨
骨がいてもこういう感じになっている感じです。まあというわけでね、皆さんご視聴いただきありがとうございます。牛を前で通るな牛を通らせるなありがとうございました。というわけでね、だ牛まあということでね、皆さんもしよければチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。アホタンの方もね、もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。またね、次回水上生活クラフトの続きをやっていきたいと思いますので、もしよければね、ツイッターの方もフォローしていただけると次の更新とかが分かりやすいので、ぜひフォローとかよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでまた次回お会いしましょう。またよろしく。またよろしく。バイバイ。バイバイ。